ガンモドキ。はい、どうも、ネビルです。はい、先ほどね、このデマロンブラックのフライング実装を紹介しましたけれども、それに合わせてね、リークも来ましたが、はい、こちらでございます。全部まとめてなんですが、まず誕生日でブルックとウソップ。こちらはですね、5個ずつかなと思います。ウソップが4月1日と、ブルックは4月3日でしたかね。そして、右下、デマロブラック。これはね、誕生日ではなく、エイプリルフール関連ですね。ちなみに皆さん、デマロブラックの誕生日、いつか知っておりますでしょうか。はい、こいつ嘘つき野郎なんでね、4月1日と思いたいところですが、実はね、もったいない、こいつにはもったいない誕生日でして、ルフィと同じ、5月5日なんですね。そこまで一緒にしなくてもよかったのに、小田先生って思うんですけれども、はい、もう贅沢な誕生日でございます。なのでね、実は、僕は去年の5月5日の、考察の時にね、このデマロブラックが実装されるんじゃないかと予想をしたんですが、まさかの1年越しにその願いを叶えてくれるとは、はい、思いませんでした、運営さん。で、今日伝えたいのは、これではなく、メダルなんですけれども、はい、もうね、エイプリルフールの内容がもうほぼ分かってしまいましたという感じで、まあ、一体はね、このデマロブラックではあるんですけれども、最初に予想していた僕のメダルですね。はい、メダルのところもこの、見てください、この、偽麦わらの一味っていう、新しいタグができてますけど、こんなタグ、レアすぎるやろ、これ。これで集めようとは思わんわ。でね、これの、銅タグメダルの中に、はい、来ておりますね。皆さんね、コメントいただきありがとうございました。これ教えてくれた人たちね。偽狙撃キングメダルが来ておりまして、固有特性。通常攻撃で敵に攻撃したとき 30% の確率でスキルに送るタイムを 3% 短縮する。来ました、見てください次。かつ強化時に抽選される特性の星の数は嘘の場合があると。はい、嘘の場合があるというか、もう全部嘘やんって感じなんですけれども、はい、こちらね、はい、抽選割合全部3になってます。全部3です。ウェッヒーウェッヒーウェッヒー。そっか、嘘の場合があるってことはちゃんとした星座もあるってことだから、確かに嘘の場合も正しいわけですね。まあそんなことどうでもいいんですが、ということでこちら、はい、伝説の星級メダルが今回もエイプリルフールに実装されると思います。もうほぼ確定でいいですね、これはね、マジで。はい、ということで皆さん、もうハンマー貯めて、今のうちにハンマーどんどん貯めてね、もうたくさんたくさん作って、サポートにたくさんたくさんあげちゃってください。はい、じゃあもうこのさ、タグのこれが本当に面白いんだけど、これさ、もうタグとして付けるってことは、今後もキャラクター出るっていうことでね、まあメダルも出るっては考えられますけれども、今後もこの偽麦わらの一味のキャラの実装も十分にあり得るっていうことですから、となると、個人的にはロビンとチョッパーのコンビ実装されてほしいですね。うん、コンビキャラで、コンビキャラでマジで実装されてほしい。さ、わかる？ちょっと出しとくわ、ここに A みたいな。はい。このロビンやばいよね。めっちゃウケるよね、これね。チョッパーとか見てみ、これ。キツネやん、ただの。しかもこれちゃんと政府から追われているっていうのがね、海軍から追われていて、連れ去られるっていうのがめちゃくちゃ面白いんですけど。今後ね、マジでこの偽麦わらの一味、はい、ぜひ期待したいと思います。まあ、きっとね、星さんの配布でしょうからね、みんなね。さて、今日のリーグは、もちろん、カルガラちゃんを使っていきたいと思いますが、みんなどうですか？カルガラ対戦したリーグで当たりました？僕もね、ほんと数回ぐらいしかまだ使ってないんですけれども、とりあえず言えることは、ロジャーにバチクソ強い。はい、ロジャーに。いや、マジでこれさ、昨日予想した通りさ、ロジャー減るんじゃない？うん。実際ちょっと減ってるよね。うん。で、白ひげがね、やっぱね、戻ってきてる気がしますね。なんとなくね、めちゃくちゃそんなにロジャー、バチコーンって減ったわけじゃないんですけど、ちょっと微減。微減して、白ひげが微増したっていう感じね。はい。ちょっと環境が、いい感じになったんじゃないかなと。はい。バランスがね、取り戻されたんじゃないかなと思いますけれども。これでさらにね、いい感じの、対策キャラが一人でも二人でも来たらね、またさらに違うと思いますよ。ということで、今回なんですけれども、スキルを確実に当てていくと、はい、いうところをね、しっかりとやっていって、ロジャーをバチボコやっていきたいと思います。ストレッチ！はい、やっていきましょう。まあ、僕そんなにまだ潜ってないんで、ちょっと探り探りなところはあるんですけれども、こんな感じで、まあ、とりあえずロジャーにはバチクス強気でいってよね。
でシャンクスはまあやっぱりちょっと警戒すべきだなとね、はい、思いますけれども、これでバチボカ、あー逃げられちゃった、今逃げられちゃいましたかね、はい、いい感じだった。あ、しかしちょうどいいねアタッカーが来てくれたなと思いますけれども、なんかねまあちょいちょいちょっとリーグ潜ってはいるんですが、ノーランドの姿をね全然見ないですね。カルガラしか一旦今のところは見ないかなという感じ。待って、ボンクレおるやん、ボンクレおるやん、久しぶりボンクレボンクレどうしようか、大丈夫だね。あ、こっちこっち来た、こっち来た、ボンクレボンクレ、お、避けた避けられた、じゃちょっとこれか、うぃーどんまい言われた、ボンクレにどんまい言われた、任せていいかな、どんまいボンクレ、オッケー任せとくね。じゃあちょっとせめてロジャーとやりたい、おい、オッケー、全然オッケーです。じゃああれ取り際ですね、はい、取り際にダメカット一旦集中やっておきましょう、オッケー。まあこれはそんな、まあまあ食らってるね、はい、なのでちょっとスキル2をぶちかましていきたいですね。よいしょで避けといてからのここら辺でこれかましといて、あーでも届くんだよねこれ、多分届きます、はいいやー、ロジャーがこうも簡単に枯れるとはね。はい、オッケーオッケーオッケー、これナイス、ちょっとオッケーですね。そこら辺ちょっとだいぶいい感じじゃない、もうロジャーさんがやってくれてるわ。あ、もうあとここ守ればいい感じっすねこれね。はい、ちょ、うん、届かないけど、まあ一旦ここ守っときます。はい、ありがとうございます。いいねいいね、うん、やっぱロジャーにバチコンとね、はい、強気でいけるのは非常にいいね。このやっぱロジャーキラーたるものね、ほんとにちょっと、はい、ここら辺で、はい、いい、よいしょよいしょ、もうこの状態以上向こう最高、状態以上向こう最高すぎる。さあもうここは抜かれて OK でしょう、抜かれてしまって、で一旦ちょっと回避つこてもろてからの、よいしょでよいこと言って、ここでバチコンやっとくでしょう。あ、うんと、これ一発倒れちゃうのか、倒れちゃうんですね。じゃあ一旦ここはいいでしょう、でからのスキル1でバチコン、オッケー、あー、ロジャーがいとも簡単に、ありがとうございます。まあね、一回旗は犠牲にしても、と、危ない、一回ね、旗抜きはちょっと犠牲にしてでもいいかなと思いますが、あっち来てるね。一旦ここら辺で止まっといて、はい、ここでバチコンやっときましょう。おっと、どういう感じ、あー、さすがに無理、さすがに無理か、さすがに無理でしょうか、これは。うん、さすがに無理だった、ごめんなさい。さあ、シャンドラの火を灯せっつってね。なんか意外と声おっさんだよね。うん。なんかもう少し若くてあって欲しかったな。なんか、割とおっさんだよね。ノーランドはね、大塚さんというね、有名な声優さんなんですけれども、まあ、そっちはそっちで結構おっさんだなと思いますけれども、ロジャー、あ、ロジャー味方だった、ごめん。ごめん、ロジャー味方だったわ。さあ、この視点だよね。このなんか、ちょっと斜め45度から見てる感じがいいなと思いますけれども、この旗守り抜きたい、この旗を守り抜きたい。ほら、もうスキルの溜まり方えぐいな、やっぱり。うん、相当、よし、ここで一旦これ、バチコンやっといて、はい、スキル2も溜まった。さあ、あとはこう、スキル2をさ、これ、バチボコ打っとけば、いい感じに、いい感じにつって、僕1で、1で頑張るから、1で頑張るから、1頑張る。ほほ、しょしょしょ。耐えたー、オッケー。さあ、君もおいでこっちの世界へ、イエーイ。チャンネル登録してください。チャンネル登録。